謎解き、機能を鍛えるひらめき脳トレが全部で5問です。では始めましょう。第1問、ハテナに入るひらがなは何でしょう。正解は木でした。春、夏、秋、冬の読み方の語尾を表しており、ハテナには秋の語尾の木が入ります。第2問、これ何と読むでしょう。正解は鮮明でした。上のように各イラストを漢字に変換すると鮮明という熟語ができます。第3問、四角に同じ文字が入るとき、これ何と読むでしょう。正解は協力でした。四角にかを入れてプラスは漢字のパーツに組み込んで矢印の方向に読むと協力となります。第4問、丸と三角にそれぞれ共通の1文字が入るとき、四角に入る共通の2文字は何でしょう。
正解は、ようでした。上のように丸と三角に文字を埋めて、四角にようを入れると、上から太平洋、大西洋、インド洋となり、世界三大洋が完成します。第5問。ハテナに入る都道府県名は何でしょう？正解は島根でした。各都道府県の語尾が50音順になっています。ハテナにはととのの間にあるねを語尾とする島根が入ります。